はい、で、秋チャンネルに来てくれてありがとう。今日は2017年の9月6日です。今日は雨が降っております。それでですね、今日のお話は、戦後の日本は、焼け野原になったので、復興しなきゃいかんということで、だけど外貨がない、お金がないということですね。ですから貿易で、日本は生きていくんだ、これしかないということで、貿易立国を目指すということで戦後やり始めました。で、日本人がすごく働きまして、見事に黒字、見事に大黒字を作りました。で、その膨大な黒字が出たわけで、外貨が溜め込んだということですね。72年間バカの一つ覚えのように働いて、外国に物を輸出して黒字を貯めたと。で、これがバカで、バカだと。バカの一つ覚えだと、こういうことなんですね。で、これ誰がそういうことを言ってるか言うと、この大西恒樹さんっていう人なんですよ。この人は僕の先生ですけどね、僕が勝手に師と仰ぐ先生です。多分ね、見た感じ僕よりは若い感じですね。で、この大西恒樹さんの言ってることを今日は動画にしたということです。で、それで今言いました、この膨大な黒字が日本にたまった、ドイツもたまったんですけど、そういうことでアメリカはこの日本の大黒字ね、それからアメリカの大赤字、こういうものができてバランスが悪いから、1985年にプラザ合意というのがあったということですね。これはニューヨークのプラザっていうホテルで、世界の、ドイツとかアメリカとか日本の財務大臣級が集まって合意したということなんです。これがね、非常に悪いとこの人は言ってるわけなんで、悪いっていうかね、ここで転換点が来たというようなことを言ってます。いいか悪いかは別ですけど、そういうことで、この大西恒樹さんというこの偉い人の話をしております。で、この大西恒樹さんは JP モルガンというこのアメリカの大銀行の為替の担当を長くやってたというんですね。で、長くやって、この仕事はどうか、ちょっと考えて、その後横浜かどっかその辺でピザ屋さんをやったと言ってますけどね。ピザ屋さん今もやっとるなら一回食べに行きたいなと思いますけども、ちょっと今もやってるかどうかちょっと分かりませんけど、この JP モルガンで為替やってた。だからもうこれ仕事やっとっても、もうすごくね、矛盾を感じたということを言ってましたね。で、どこかの赤字はどこかの黒字ということらしいんですよ。ほんで、日本は黒字を貯めたんだけど、この黒字を貯めるっていうことはね、良くないことだって言って、この大西さんは言ってる、貯めりゃいいもんっていうもんじゃないんだということをこの人は言ってるんですよね。だからもう考え直さないかんと、方向転換せないかん。だけど、バカの一つ覚えで同じことやってるんだと。いうことで、このプラザ合意というのは結局アメリカが強引にひっくり返したと、この経済の仕組みをね、こういう出来事だということを言ってるんですよ。ほんで、日本は30年以上黒字で稼ぎに稼いで、ネットで、ネットというのはいろんなものを引いて、というようなことらしいですけど、366兆円の金を貯め込んじゃった。貯め込んじゃった。大黒字。で、そのアメリカは一方834兆円の大赤字ができちゃった。こういうことで。で、日本は稼ぎすぎだということで、その日本には3兆ドルの黒字ということね。今までね、これ日本円で言ってるでしょ。だけど日本円で貯まってるわけじゃないんですよ。
このドルで溜まってるんですよ。で、日本にはないと。この黒字は日本にはない。で、日本にはないから、数字上黒字なんだけど、日本では使えないお金が3兆ドル、どっかにあるわけなんだけど、まあそういう、その使えないお金が、あって黒字だ、黒字だと言ってるんですけど、その30年間日本人はもう働いて働いて働いて働いたんですけど、結局受け取ってないわけね。日本人は使える金として受け取ってないわけ。3兆ドルあるんだけど、黒字は帳簿上だけど、日本人は受け取ってないわけなんですよ。これは日本にはないわけですからね。だからそのこの大西さんはこんな風ではダメだと言ってるわけなんですよ。で、日本はしかしその黒字であることは間違いないから、円高になる。で、円高になると大変だ、コスト下げよう、下げろって感じで、日本全国でコストを下げ、とにかく頑張ったと。で、長時間労働、もうなんていうの、ブラック企業っていうかね、過労死が出るほど働いて、で、まあ身を削って働いたと。ほんで、この言ってみたら、3兆ドルの黒字が溜まったと。ドルですよ。日本円じゃない、ドル。換算すると日本円でドルがと。で、世界一の金持ち国になったわけなんですよ、日本は。ところが、日本にはお金がない。だもんだから、ですから、日本は、7人に1人が貧困の児童、子供の7人に1人が貧困。このさっき言ったね、世界一の金持ち国ですよ。金持ち国なのに7人に1人が貧困児童。で、なんでこんな風になったか言うと、30年間ね、ただ働きしてきたんだと。300兆円。だから300兆円働いたんだけど、受け取ってない。日本が。日本人が受け取ってないの。だからどっかにあるんだけど、帳簿上はあるんだけど、日本人が受け取ってないから、まあ貧乏してるわけなんで、日本全体で貧乏になっちゃったわけなんですよ。ですから、この、大西常喜さんは、このね、大西常喜さんは、そのもう、いい加減に政権ね、自民党とか公明党とか政権に怒らなあかんよと。怒らなダメなんだ。だからこの大西さん、この人は怒ってるわけね。怒ってるんですよ。この人は怒ってるんだけど、この人一人が怒ったってダメだから、まあ、日本中の人が、もういい加減にしろって言って、怒らなダメだ。ね。だから、その黒字っていうものは出しゃいいもんじゃないんだということをね、この大西常喜さんは言ってるわけなんですよ。ですから、まあ、この大西常喜さん、偉い人でね、まあ、僕は好きですけど、まあそういうことで、これはまあ皆さんに知っていただきたいなと思って、今日は YouTube でアップロードしたいと思います。まあそういうことで、今日はハイディアキチャンネルに来てくれてありがとう。